こんにちは、リョコバーバです。今回はネットショップで購入した毛糸を紹介したいと思います。今回はですね、ネットショップさんは、今回のネットショップさんはアミモネットっていうショップさんなんですよね。そこのショップさんも時々利用してるんですけど、今回ちょっと欲しかった糸があったのでちょっと買ってみました。今から紹介します。こんな感じのグラデーションの糸ですね。グラデーションの糸の中細なんですけど、もう以前からねちょっと欲しくて、ずっとネットでね探してたんですけど、私の場合は小物、もういつも言ってるんですけど、小物しかねあんまり作らないので、そんなね、オパールさんのねオパール毛糸なんかはちょっと高級すぎて、私にはもうちょっともったいなくて、他にないかなと思って探してたんですよね。そしたらアミモネットという毛糸ショップさんがあるんですけど、そこに販売してあったので、ちょっと何種類ですかね、1、2、3、4、6種類ちょっと買ってみました。糸の種類はですね、何色あるのかな、10色ぐらいあるんですよね。その中の1番から6番までをちょっと買ってみました。これはこの糸ですね。ちょっと音がうるさいですけど、中細でですね、すごく手触りもいいんですよね。これがウール 50%、 ナイロン 50% で、40g の 140m、 棒針が2号から3号、かぎ針が3号から5号と書いてありますね。これが色番号1番です。1番から、1番、2番から3番、4番、5番、6番ですかね。5番、6番は1個ずつ買いました。あとは4番まではね2個ずつ買ったんですけど、ちょうど糸がですね、ちょうど中細ですね。こんな感じで、どのくらい大きいですかね。次の糸までが60センチぐらいあるのかな。次の糸の色までですね、ちょっと編んでみて、小物でもね編んでみようかなと思います。この糸で靴下も編めるんですよね。靴下だったら50グラムを2玉って書いてあったんですけど、これは40グラムなんですよね。それで22センチのサイズで、足首から20センチで2玉と書いてありましたので、もうちょっとこう足首からの長さを短くするとね、2玉で編めるんじゃないかなと思います。いろいろね色があったんですけど、とりあえず6色を買ってみました。でこの糸がですね、半額だったんですよね。それで明日までなんですよね。明日の4時まで、夕方の4時までの販売になっています。半額だったからね、お買い得だったのでちょっと買ってみました。それからもう一種類買いました。これはですね、アミモネットとびっきり柔らかメリノちゃんという名前なんですよね。これも可愛いでしょ。ここのねタグもね、これがですね、この糸はアクリル 60% からウール 40% エクストラファインメリノって書いてありますね。 30g で 102m あります。棒針で4号から6号、かぎ針で5号から6号。これは藍太なんですよね。藍太の糸です。すっごい柔らかいんですよね。やっぱりこう淡い色ばっかり、だいたい淡い色が多いんですよね、この糸。
で種類がですね、色の、色が全色で33色あるんですけど、私が見た時には16色残ってました。その中から、これが20番、ベージュが20番ですね。ナチュラルベージュ、これがナチュラルベージュです。それともう少し薄い、36番がパールベージュ、少しナチュラルベージュよりも少し明るい感じですかね、明るい感じです。それとこの可愛いピンク色の、色番が4番で、ライトサーモンですね。可愛いピンク色です。この3色を買いました。他にもね、いろいろ欲しかったんですけど、とりあえずね、編むものがまだ決まってないから、3色だけ買ってちょっと編んで試してみようかなと思います。ほんとすごく柔らかいんですよね。赤ちゃん向きだと思うんですけど、だいたい赤ちゃんのね、肌着じゃない、ベストとかそういうのに編むのにはいいんじゃないかなと思いますね。ほんと気持ちいい柔らかさです。ふかふかですよ。これはちょっとやっぱり冬はね、身につけるものだったらこう柔らかい糸がね、いいので、その中でこう選びながら今回は編んでみました。で先ほどのね、先ほどの糸もね、これ冬の日向ぼっこという糸なんですけど、これも柔らかいんですよね。これも柔らかいから、冬はね、何編むにしてもね、柔らかい糸がいいかなと思って、全体的にこう柔らかい糸をね選びました。最初に説明して名前を言ってなかったですね。編みモネット冬の日向ぼっこです。これはもう名前からしてね、なんか優しい感じですよね。冬の日向ぼっことかね想像しますよね。縁側のね、暖かいこう感じをね。これと編みモネットとびっきり柔らかメリノちゃんという糸を買いました。今回は2種類買って、またいろんなものをね編んでみようかなと思って購入しました。前回はね、ザカストアーズさんで買ったんですけど、今回また違うショップでね、こう見てたらこう欲しい糸があったから、こうやっぱりポチッとして買ってみました。これを冬ね、また作品につなげたいとこう思いますね。柔らかいから編むのもこう楽しみです。近くにね、身近に赤ちゃんがいないんでね、赤ちゃんのものはちょっと編まないとは思うんですけど、なんか活用したいと思います。今回もね、短い時間ですけど、購入品紹介ということで動画に撮ってみました。ではこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。